建物の土台に主に使う金輪継ぎっていうちょっと難しい継ぎ手の練習してます。そうですね、やっぱり僕普通高校でなんで、やっぱり周りに工業高校とか連中がいるとやっぱり腕の未熟さというかがかなり出てくるので、いや、やっぱり難しい分、それでもやっぱりやりがいはありますね。とりあえずこれから順々に受けることになる技能大学検定の3級、2級を取って、まあ、卒業してから2級建築士が取れるように頑張って勉強していきたいですね。島内に残って、まあ、自社物学の修繕でしたら、うんうん、まあそういった建物の修復ができるようになれればいいと思うんですが、うん、佐渡には宮大工の師匠というか棟梁さんがいないので、まあ代わりまではいかなくても、まあそうやって周りに教えられるようなぐらいにはなりたい。やっぱりオープンキャンパスに来ることによってこの学校の雰囲気ですとかを掴んでおくと、やっぱり先輩方とも、まあそうやって面識があるので話しやすかったりだとか、あの実際今僕たちがやっている継ぎ手のまあ練習ですとか、そういうことを実際に体験することができるので、やっぱりオープンキャンパスに参加してみることがやっぱり一番分かりやすいと思いますね。僕は東門内出身ですけど、やっぱり上の学年の方ですとか同級生とかですと、やっぱり県外からとかもかなり多く人が来るので、結構自分のためにも世界観が広がるというか、いろいろな知識を得ることもできるので、やっぱりそういう技術職だけでなく、そういう人間関係的なものもやっぱり培われていくのかなと思いながら今頑張ってますね。